はい、おやした、私は広島県三原市の三瓶商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。この度瀬戸内別チャンネルで新しいトライアルシリーズっていうのを、始めまして、その中で全日本選手権に出て優勝してやるぞっていうのを始めました。まあそうなんですけど、練習したり大会に行ってみたりするとですね、かなり悲しい現実が見えてきましたので報告したいと思います。悲しい現実です。その前にまずトライアルに復帰したのは去年の9月からになります。28年ぶりです。それは、まあ、トライアル車 TRS を購入したことから始まりました。本当は林道とかエンデューロもできるなと思って TRS のシートついてるやつを購入したんですが、まあ、走ってみるとトライアルが面白いなっていう風にすごく感じるようになって、ちょっとトライアルにじわじわじわっとこう引き込まれていきました。その前の2年間はエンデューロ をベータ のエンデューロ車に乗ってレースに出たり練習したりしてました。もうね、体力がなくて大変でした。多分、まあ、28年もね、オートバイのそういうレースや競技の活動から離れてるので、ほぼ体力ゼロ、それ用の体力はもうゼロだったと思います。まあイメージはうっすらあるので、走る格好はできるんですけど、まあ筋力体力がついてこないので大変でした。レースとかに出るともう終わるとですね、全身が引きつってもう息ができなくなるとか、普通の練習を1日すると1週間筋肉痛でぎこちないとか、膝と腰がすごい痛くて、もうなんかね、最初の1年2年はもうなんか大変だったなぁと思います。ですが、まあ今少し慣れてきました。まあオートバイ軽いっていうのもあると思うんですが、ちょっと体力的には変わってき始めたかなと思ってます。で、私の、トライアル歴を簡単にちょっとお知らせしますと、私は15歳から17歳までは自転車のトライアルを、まあ、趣味ですけど、やってました。当時は情報がなくて、こう模索しながら何かこうステアケースとかを自転車で行くように走り回ってました。で、17歳からオートバイのトライアル車に乗るようになりまして、18歳から選手権に出場を始めましたが、まあ、怪我とか、まあ、故障とかあって、20歳で国際 B 級に昇格しました。そこからですね、ちょっといろいろなんていうかな、足踏みしまして、国際 A 級は23歳から国際 A 級として走り出しました。当時はですね、23歳で国際 A 級昇格って最年長でしたね。その年の大体みんなもう19、20歳ぐらいで国際 A 級に昇格していくことが多かったです。まあちょっと遅咲きだったのかなと思います。当時はスーパークラスとかがなかったので、国際 A 級が最上級クラスで、全国に40人ぐらいのライダーがいました。当時は経済の景気も良くて、国際 A 級のライダーほぼ全員がもうメーカーから何らかのスポンサードを受けていたと思います。とはいえ、まあピンキリなんですが、トップ10人ぐらいはトライアルだけで生活してたんじゃないかなと思います。まあよくわかんないですけど、そんな雰囲気だったんじゃないかなと思います。それで私は27歳で引退しました。20代後半になると、なんとなくそろそろ引退かみたいな雰囲気がこう漂い始めるというか、そんな感じでしたね。私よりも成績が低い10代のライダーとかにこうスポンサーをこう持ってかれるというか、体制が悪くなったりとか、いやあの子を期待してるから、あっちにお金かけるから、第3はちょっとごめんねみたいなマジかっていうそんな現実を突きつけられた記憶がありますね。
でも、まあ、今はどんなジャンルでも40代のこう全日本チャンピオンとかもいますし、サッカーの三浦和とかって50代でも現役にこだわるってやってるので、すごく時代とかこう体作りというか体も今は変わってきてるんじゃないかなと思います。やっぱ食べるものとかも良かったらいいんでしょうね。で27で引退して、それから仕事ばっかり、仕事一筋になったので、一切しなくなりました。なのでトライアル歴は10年になります。今考えるとそんだけしかやってないんだなって感じでした。で当時の、全日本ランキングは最高ランキングがアウトドアで20番だったかな。でインドアスタジアムトライアルっていうのがありまして、それは、最高ランキング9位だったかなと思います、うん、そして去年の末ぐらいにトライアルをちょっとやってみて、あ面白いな、なんかこう昔懐かしいなと思って、その時によし全日本に出てみようって思いました。で先日も中国選手権という地方選手権なんですけど、そこでオブザーバーで参加をさせていただきました。もうねみんな上手なんですよ。びっくりしました。まあこうね、国内 A とか国際 B の人ってそんな派手さはないんですけど、確実にこうセクションをクリアしていくテクニックをみんな持ってるので、これ俺もしかして下手したら国際 B 級に戻ることすらちょっと大変かもしれんなと思いました。でその後ちょっとね、選手権が終わった後セクションを走らせてもらったんですけど、まあことごとく走れませんでしたね。でもね、改善点はなんとなく分かってるんです。セクションに対しての恐怖とかはないので、トライはどんどんできるんですけど、体が上手に動かないんです。なんかこうイメージで乗らないといけないはずなのに、頭で考えてこう走ってしまうので、タイミングがちょっとずれたりとかして、それがまあこう大失敗につながっていったりとかいう感じなのかなっていうのを感じましたね。まあね、まだトライアルをまた始めて半年も経ってないので、5ヶ月で月4回乗っても20回ですよ。まあ2、30回乗ったところでやっぱり全然ダメですよね。もっとやっぱり乗り込んでいろんなセクションとかいろんな練習場とか会場行っていろんなこう経験をして、こうまたテクニックを身につけていかないといけないなと思いました。でね、一番感じたのは細かいラインをトレースするっていうことをですね、その時の、まあ、メンタルの持っていき方とかもすごく下手になってるなと思いました。あとすごい大きなアクションをした後のバランス調整とかも全然できてなかったので、もっと繊細な走りを練習していかないといけないなと感じたので、まあでもそれを頑張って、修正していきたいなと思ってます。で今年の目標は、今年全日本選手権が8月に中国大会ってあるんですけど、なんとそれまでに国際 B 級に昇格して8月に間に合わせたい、出場したいということが目標です。それでもともともう28年も9年も経ってるので、国内 B 級からスタートかなと思ってたら、なんと国内 A 級からスタートできるようでした。MFJ 協会のホームページでライセンス申請したら、なんと下がるのは国内 A までってなってたので、国内 A からのスタートになるようですが、なんせ競技会に出たことがね、もう長い間出たことないので、できれば国内 B から経験を積んで一つずつ上がっていきたかったんですが、まだこれいいやら悪いやらなんですよね。そして今年56歳になります。で60歳までだと4年間あるので、まあ、いろんな対策をして全日本の国際 B 級での中国大会で優勝したいと思ってます。それが、当面の目標になります。そのためにいろんな努力も
していきたいと思います。もういろんなことがあるんで大変ですが、なのでトライアルの中国地方を盛り上げていきたいなとも思いますので、応援してくださいできる範囲で頑張りますはい、ということでこの瀬戸内ベースチャンネルは楽しいバイクライフガレージライフをダイさんが皆さん応援する動画になってますので、もしよろしければチャンネル登録グッドボタンでダイさんの応援をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、頑張るぞ。おー「その時まで」